この相撲を勝てば初優勝となります。徳勝龍、石型徳勝龍、石前頭17枚目。今場所は得意の左四つに組んで逆転の突き落としが面白いように決まっています。正代が見ています。支度部屋の中です。組み止める展開になるのか、突き放しに対抗するのか、あるいは変わるのか。勝てば初優勝です。徳勝龍、大関の力を示したい貴景勝。振り返ります。北の富士さん、真っ向勝負で行きましたね。行きましたね。変化なんていうそういう姑息なことはいやいやなかったね。相手が大関ですからね。徳勝龍が見事な相撲を取りました。舞の海さん、はい、突き落としではなく寄り切りでしたね。そうでしたね。よくこの上手手がかかりましたね、はい、それとあの向正面から見てると貴景勝も何か、いろんなこう立ち合い相手のことを考えすぎたんじゃないかなと思いますね。支配並びに表彰状が八角理事長から授与されました。自分なんかが優勝していいんでしょうか。もう皆さんですね、結びの一番の大関戦、あの相撲内容を見ればもう納得の優勝だと思います。喜んでもらえてよかったです。周りからもいろいろとこう優勝について言われていたと思うんですが、そのあたりは。いや、もう意識することなく、嘘です、めっちゃ意識してました。そうですか。昨日正代関を破って単独先頭になっても意識していないと言っていましたが、あれは嘘だったんですか。バリバリインタビューの練習してました。後押ししてくれたものは何だったんでしょうか。そうですね、場所中に恩師の近畿大学監督の伊藤監督が亡くなって、監督が見てくれてたんじゃなくて一緒に土俵にで戦っていてくれたような、そんな気がします。